皆さんこんにちは。始まりました、宮沢忠と申します。今日から始まるですね、これがね。私そうですね、役者になって、40年ぐらい経ちますけども、まあスタートは普通のサラリーマンだったんです。長野県信州ですね。信州から昭和49年に来まして、サラリーマンを4年やってですね、それから役者の道、劇団に入りまして、なんだかんだで今は声の仕事でもちょっとお世話になっております。今日から始まりますのはね、私のなんか、まあ、雑談というかくだらない話を、皆さんの時間つぶしに使っていただければと。それとまた昔からちょっと養成所みたいなことをやってますのでね、興味のある方はぜひ参加していただければと、こんなふうに思ってるわけでございます。そうなんです、誰も信じてくれないんですけども、私ね、殺官って言って、殺官状、縦読み横読み、これで1回なんですけどね、これを1年やりまして、その後2年3年、計算係、そして普通預金って言ってね、普通預金はやってないわ、4年間やりまして、それから養成所に入ったような次第でございます。あ、その時やっぱり面接とかなんかあったんでしょ。でも入る時にはもちろんもちろん、面接っていうか、高校3年の時に、はい、まあ、東京から銀行の人が来てくれてですね、はい、まあ、試験というか、はい、やるわけですよ、はい、ですから私高校3年生の10月1日には、はい、もう三菱銀行、名前言っちゃいました、三菱銀行決まっちゃいまして、大手じゃないですか。はい、うちの兄貴がね、名前言わないですけど、みずほ銀行って言って、もともとの富士銀行に入ってですね、今はもう定年退職しましたけども、まあ銀行一家なんですね。でも親父は魚屋なんです。銀行、そうね、まあそんなわけで、そのね、せっかくその大手銀行に入ってたのに、はいはい、それで 4年で辞めちゃった。辞めちゃったっていうか、うん、辞めようと思ってたんですね。辞めさせられた。いや違う、誰もこれしてないよ、ね、そうじゃなくて、私小学校の頃からもうなんか芝居をやりたくてですね、本当はお笑いの方に行きたかったんですけど、なかなかそれは難しくて、芝居の方に入りましてですね、ですから銀行も本当は5年やってお金を貯めてですね、それから養成所に入りたいっていう気持ちはあったんです。ところがあまりにも仕事が楽しくて厳しくて、1年早く4年で辞めてしまいました。ああ、そう。で、始まりは何だったんですか、その芝居の世界に入る始まりはですね、養成所に入って、そのまあうちの姉貴の友達が劇団に入ってたんですね。それがちょっとこう関係してて、とりあえずは劇団の仕事ってのをしてみたいと。でいずれかテレビ映画に出たいなっていう気持ちもちょっとありました。ありましたけども、スタートはやっぱり劇団ですね。はい、じゃあそのね、劇団ってことは舞台を中心にね、はい、やってらっしゃったということで、日本全国回ってました。あ、そう、移動公演をやる。そうなんですよ、学校演劇なんですね。まあ小中学高校と、作品によっては高校も回りましたね。でも最初のうちは小学校が 80% ぐらいですかね。何年ぐらいやめたんですか、それは。25年ですかね。25年間はい、旅回りをしてました。旅回りってちょっと古い言葉ですけども。その後にじゃあこの声優の世界に入ってきたんですか。はい、まあ声優はもうずっと後なんですけども、まあその養成所に入って、そこから劇団に、ある劇団に入りまして、その劇団が学校周りの劇団で25年ぐらいずっと回ってたんですね。北は北海道から沖縄、九州、すべて行きましたよ。はい、そう、声優の世界に入ったっていうのは、その後どんな経緯で入ったんですか。あ、それはね、劇団にいた25年の中の後半に、たまたま大きな声優事務所の方とちょっとこうつながりができて、そして宮ちゃんの声変わってておかしいねみたいな感じで、ある作品に出させていただいて、それからつながりでトントントンと、なんか声の仕事、まあアニメーションの仕事をやらせていただくようになったわけですね。宮沢さん、某有名なテーマパークのコーナーで
やってらっしゃいますよね。でも名前言いません、有名だから。東京ディズニーランドのシーってとこですね。ディズニーシーっていうやつで、20年ぐらい前に、シーが開園したのが20年ぐらい前ですかね。その時に一つやりました。何でしたか、アトラクション。名前覚えてないんですよ。セブンボヤージとか言ったかな、シンドバッドの冒険みたいな。シンドバッドです。あ、そうですか。それで今も確か流れてると思います。じゃあまたいろいろ聞きますからね。ありがとうございました。また次回は大事件についてもお話ししたいと思います。ではまたお世話になります。